あー疲れた。もうあんな殺伐としたのやりたくないな。もうここから出たい。あれ？この人たちは？新しい参加者かな？こんにちは。よかったら仲良くなりませんか？一緒に協力して次のステージ進もうよ。仲良くさ、チームを組もう。仲良くなれました。この3人で次のステージを頑張る。三位一体ってやつだね。よし、みんな頑張ろう。絶対にクリアして生きて帰るぞ。うわー、ちょっと待ってね、これなんだい？なんか数字？いや、記号が書いてあるな。これ何のために用意したんだろう。教えてくれよ。え、ここに行けって？好きなの選べって言ってる。とりあえず近いからこれにしようかな。なんか、丸みたいな記号だ。あ、君は四角で、君は三角か。じゃあ、それでは皆さん、傾きの方を始めていただきたいと思います。自分の型を書いてください。あ、ひりおさんの方が結構完成して、丸って結構難しいよね。なかなかうまい。お、綺麗。うまい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 。あ、主人公もうクリアしちゃった。ひりおさん、しかもちょっと上塗りしてる。もっと長くしてる。まだ時間がかかるみたいですね。あ、できたみたい。三角ができたみたい。あ、四角もできたみたいだ。主催が見てますね、今ね。大丈夫かこれは。めっちゃジロジロ見てる。四角と三角、成功です。安全にお帰りください。二人とも合格したので、さっそうと帰っていきました。最後は、ひりおくん、うまっ！何これ？本当に。できたかな？あ、できた！ギリギリできた！これは、まあ、俺から見ても、綺麗な丸だもんな。あ、大丈夫だ！大丈夫みたいだ！大丈夫みたい！丸、成功です。お帰りください。おー、おめでとうございます。今回全員無事だったね。三角難しそうだったの。なんか肥料煽ってないか？主催を。主催を煽ってる。よかった。誰も、誰も死ななかった。よかった。あれ、型抜きっていうらしいよ。昔の遊び？駄菓子屋さんとかで売ってるんだけどね。よかったー。ちょっとこれからも頑張ろう、3人で。よかったよ、仲間ができて。よし、これからも一緒に頑張るぞ。